はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルを運営してます、久木本です。今回はですね、阿蘇山の火口に向かっています。ここはですね、草千里の手前ですね。このカーブ曲がればですね、草千里が見えて、火口も、火口というかね、中岳が見えるというところになりますね。で、草千里の前にね、商業施設がありましてね、ここにはね、今回、立ち寄っておりませんけどね、車はどうですかね、日曜日の午後3時頃ですけど、遅いもう時間になるんでね、駐車場はちょっと少なめというか、半分は入ってるぐらいなんですけどね、まずまずかなという感じに思います。でこの先、5分ぐらいで、着くんですけどね、車自体はもうこんな山の上なんでね、とても少ないというところで、今曇ってますけどね、風向きがねこっち向きなんですね。で噴煙がそのままねここ張ってきてるというような、ね、感じの状況になってるんでね、本当に曇った感じになってます。天気はねそこそこいい日でしたかね。でここが1年半前にね、噴火しましてね、その前に撮影した動画もあるんですけどね、そこももう破壊されましてね、かなりやられたというような感じになってたんですけどね、それから初めての、登山というかね、登る日になります。どうなってんのかなということで、久しぶりにやってきました。でこうやってね、監視場の横からね、ずっと路肩の方がなんかやられたんでしょうね、やられたかもしくは整備された、水路というかね、できてるんで、そっちかな、ここはですね、ずっと綺麗にね、整備されてます。で料金所を過ぎまして、料金所を過ぎてどのくらいかな、 500m ぐらいしかないんですかね、ここ距離はね、1キロまではないと思うんだけども、それだけのためにね、通行料払っていくんですけど、だから車止めてですね、下にだから歩いていく人もね結構いたりするんですけどね、登山がてらという感じでしょうかね。で昔はロープウェイがねここあったんだけどね、これも火山の噴火でね、破壊されてという感じでもうなくなったって、それはもっと前の噴火でしたね。もう復活はないんじゃないかなと思うんですけどね、今建物は建ってますけどね、多分バスで運んでくるのかなという気がしてます。で上の駐車場というかね、火口の駐車場に到着しましたけどね、完全な修復はされてなくてね、こういういっぱいなんか黒い跡あるけど、これ全部多分噴石が落ちてね傷ついたんで、みんな補修してるんだろうなと思いますね。結構ね、やられたみたいなんで、かなり、黒い跡がねついてます。でちょっと登ってきた方向をねちょっと見てみようと思って、行ったら、向こう側にね風が吹いてるんで、見ての通りね、噴煙煙がね、下の方ずっと張ってね行ってるという感じでしたね、この日は。でまだまだね工事してる途中なんでね、こういう作業用のね、作業者用のね、事務所みたいなのもね残ってます。火口側はねもうだいぶ終わってる感じだけど、左側はねまだ工事、前とかね工事途中で結構あるんでね、まだまだ時間かかるんでしょうね、ぼちぼち進んでいくと思います。でこの橋当たるとね、向こう側が火山、火口になりますけどね、噴火した時のね、もうすぐ入るためのね退避所がかなり多く、あちこちにね、登山客いろんなとこいますんでね、あちこちにもできてます。まずはこれをね作ったようですね、やっぱり人命優先ですのでね、これが先かなということでしょうかね。1年半前はねまだねこれ工事中っていうかね、修復中だったり、そんな状況でしたけどね、もう綺麗に先にまずこれができたかなという感じですね。で火口にやってきました。この日は煙というかね、あれとしては普通というかね、こんなもんかなとは思うんだけども、
まあ、風がねとにかく強いんでね、南から北の方に風が吹いてるというそういう日ですね。だから上に上がってなくてね、さっきみたいに地べたを張ってね、ずっとなんか下の方にむしろ行ってると。それからその煙自体がちょっと重たいんじゃないかな、硫化水素とかねいろいろ入って、なんかそういうものがねちょっと噴出してるようなんでね、まあ、上に上がるというより、地べたを張って拡散するというそんな日だったんじゃないかなと思います。でこういう柵もねあの時ね割ともう綺麗だったんだけどね、やられたんでしょうね、もう全部綺麗にねもう一回建て直されてね、こういうとこ大変ですね、やっぱね何度も建て替えがねもうしなきゃならないことになるんでね、柵の下は全部ね、まあ、アスファルトからね新しくされてると、まあ、この辺も噴石当然落ちてるんでね、いっぱい補修の跡がね、見て取れますね。まあ、広いからねここでなんか押し合いへし合いということはないんだけどね、まあ、外人はっていうかねこういう火口が見えるところで世界的にはあんまりないらしいんですけどね、結構ね多くの人が来る観光地ということでなんですよね、この阿蘇山っていうのはね。でこの辺もねちょっと火口のちょっと離れた側も全部きれいにね舗装がもう終わりましてね、まあ、この辺まではきれいにできたかなという状況ですね。でこの橋はね多分欄干がやられたんですね。それで同じあの形の石材がないんで多分新しいのをとりあえず乗せた後、ここに多分、鉄かアルミのね柵が乗るんだろうなと、今そういうとこまで来たという感じでしょうね。なんかね茶色いのと白いのとありますけどね、これも茶色いのはもう噴火した時のものでねということだと思います。で今日の警報はねもう黄色ということでね、もうちょっといろんなものが、ね、出てくると赤になってね入れませんよということになります。ちょっとねあの本当に息苦しくてね、まあ、さっさとね出てきましたけどね、あんまりちょっと疾患のある人はちょっといけないようなそういう日でしたね。でここに建物はちょっと大きなのできてますが、まあ、大秘書兼なんか観光者のね、なんかまあ たまり場じゃないですけどね、そういう場所が今できようとしてるんだろうなというところですかね。で、まあ、帰りはね、これも降りていくだけですけど、ここもねぼちぼち収録というか、まあ、路肩が今ね修復というか新しくなってるというかね、そういう工事も進んでるかなという感じですね。まあここインバウンドのねお客さんが来るとすれば、まあここはね、まあ、ドル箱というかねもうたくさん来てくれるとこなんでね、まあ復活してくれれば、まあ経済的にもね日本はいいかなというとこでしょうか。まあ出口ちょっとね最後の部分だけ左側回っていくんですけどね、こう建物がずらっと並んでるんですけどね、まあ、かつてにぎわった阿蘇さん、阿蘇火口のね、まあ、そういうお土産屋さんとかそういう場所なんですけどね、もう今となってはもう廃墟となって、もう誰もいないというとこですね。お土産買うならね、あの草千里の方のあちらの建物をね行けば買えますね。どうもご視聴ありがとうございました。